回はその登録の仕方を説明したいと思います。ではまず Google アカウント、アカウントとは登録と覚えてください。その登録をしてない方はこちらをどうぞ。まずはインターネットからかアプリから YouTube を開いてください。開くとこんな感じの画面になると思います。画面右上の丸いやつ見てみてください。色がついてない人はこの丸いやつを押してみてください。押すとこんな感じの画面になると思います。ログインっていうところを押してみてください。 Google の登録をしている方はこのままメールアドレスとか電話番号を入れてください。 Google を登録してない方は左下のアカウント作成ボタンを押してください。押したら今度は自分用、ビジネス管理用と出ます。多分自分用で大丈夫だと思います。自分用を押したら次へを押してください。ここから Google の登録になってきます。本名を入れる方もいらっしゃいますが、本名じゃなくて大丈夫ですよ。名前のところはカタカナでも英語でもひらがなでも漢字でも何でも大丈夫です。次にメールアドレスはご自身のものでも大丈夫ですが、迷惑メールで Google からのメールが来ないかもしれませんので、新規で作ってもらっても大丈夫です。メールアドレスとパスワードはどこかにメモをして大事に置いておいてくださいね。Gmail を登録される方は代わりに Gmail アカウント作成を押してください。メールアドレスは半角英数字ピリオドのみです。パスワードですが、数字または記号を英語に組み合わせてください。確認用のためもう一度同じパスワードを打ち込んでください。電話番号は自分のものでお願いします。電話番号を打ち込み次へを押しますと SMS ショートメールに Google からパスワードが送られてきますので、そちらを打ち込んでください。終わりましたら確認をしてください。誕生日は自分のものがいいかなと思います。こちらはスキップでいいと思います。で、この辺をまあさーっと読んでから同意してください。画面が切り替わって右上の丸いやつが色がついたと思います。で、今度はこの虫眼鏡マーク、こちらを押してください。カンピンタンと打ち込んで検索ボタンを押してください。で、下に少し下げるとチャンネル登録っていうボタンがあります。それを押してください。これでチャンネル登録が終わりました。やったねー。この右上にあるベルマークを押して全てを押してください。そうすると動画がアップされた時に通知が来ます。他に気に入った動画も同じくチャンネル登録をすると、その動画がアップされたら携帯に通知が来るようになりますので、大変便利です。
YouTube の登録、チャンネル登録の仕方でした。Twitter、Facebook にも書きましたが、事情により動画に待ったがかかって上げれていません。6月21日に岩本登仙さんに行きますので、その動画を日曜日には上げたいなぁと思っています。それまでの間、少しお待ちください。あと、先ほど作った Google アカウントですが、消去しました。ご視聴ありがとうございますにゃん。まったねー。